はい、こんにちは、ちくさばです。そしてこちらは乃木原バシリスクです。足ピーンって伸ばして、バシリスク買ってみて一番可愛いなって思ったのは、休んでる時のこの足ピーンが可愛いなって思いました。はい、そんな感じでこの子を迎えてからしばらく経ってきて、少しずつ大きくなってんのかな、わかんない、あんまり成長してる感じはしないですね。多少は大きくなってると思いますけど、今日はこの子のケージ、こちら、この子がいつも走り回るからぐちゃぐちゃになってるんですけど、今日はこの子のケージの掃除をしていこうと思います。だいぶね、このバスクチップとかの上に糞とかも溜まってきて、でちょいちょいこの子がゴキブリを食い逃がすんで、そこら辺に潜ったり、ゴキブリの抜け殻があったり死骸があったりで、あとこの走り回ってこの水入れの水を飛ばしたりするんで、こうやってね弾いちゃって水垢がすごいついてきたんで、今日はこの床材の足柄を全部取っ替えて、窓とかも一回全部拭いて、観察しやすい綺麗なケージにしたいと思います。だからそのためにこの子を移動しなきゃいけないんですけど、絶対逃げまくるから、今日の大変なポイントはこいつとのバトルですね。そんな感じでやっていきたいと思います。いてててめっちゃ噛まれる。いてててて、手袋をしてても痛い、ごめんね。ちょっとこのケースで狭いけど、ちょっと待っててね。
う薬剤ハスクチップ10リッター、はい、掃除が終わりました。ちょっとね、水垢とかも綺麗に取れて、ハスクチップも綺麗に引けて、木はまあ適当だけどいい感じ。いつもここら辺にね、先端に寝て先端に捕まって休んでるんで、こんな感じでレイアウトして、シェルター代わりに隠れがあまり中に入ることはないですけど、この上で休んでることあるんで、こんな感じでとりあえず完成。じゃあちょっとこの中で怒り狂ってる麦原さんをもう一回捕まえて戻してあげたいと思います。出てくる、よいしょ。怒りすぎだろお前。この足かわいいっすよね。ごめんね。戻ろうか。はい。あ、こっち来る。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 はい。あ、やっけ。ふう。終わった。熱い。おい。終わったぞ。どうだ。綺麗になって気持ちいいか。ブチ切れてるな。やっぱりケージ内はね、清潔に、尿とか糞とか結構尿酸みたいなのが固まったり、そんな感じで中はね結構不衛生になるなっちゃうと思うんで、定期的に中も掃除して、この子がね快適に暮らせるように、ちょっと面倒くさいけど飼った以上は責任を持ってちゃんとやっていきたいと思います。ちょっとだけ餌あげよう。俺頑張ったからおやつだよ。これソフトに掴んだな。戸惑ってる。やっぱ急にね、狭いとこにやられたからちょっとストレスになっちゃうんでね、こうやっておやつとかあげて機嫌を戻してもらおうと思います。美味しいかい。はい、そんな感じで今日は我が家の乃木原バシリスクのケージの掃除をしてみたっていう動画でした。これからこの子にはもうちょっとだけ慣れてくれるように願っていこうと思います。そんな感じで今日の動画は終わりです。さようなら。